本日はですね、本当に本当社会問題に対して本当になんか発信、そしてそ社会問題に対してそして発信であったり、それを本当になんか解決させていこうというところで現在活動されているこのもみいりさんにお話を伺っていきます。ではもみいりさん、本日どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では今回ですね、5つの質問に沿ってお話を伺っていきたいと思います。はい、はい、ではまず1つ目の質問ですけれども、もみいりさんは現在どのような夢やビジョンというのをお持ちでしょうか。はい、お互いが人を尊重し合うっていうところのが重要なポイントすいません、もう一回いいですか。はい、お互いがそのお互いを尊重し合って、みんながその自分の人生に納得感を持って、で幸せだっていうことを実感しながら、でさらに未来に希望を持てるっていう世界を作りたいな、そこに貢献したいなと思って今活動してます。ありがとうございます。お互いが本当になんか納得いって、そして尊重しやしすることができて、はい、そして幸せ、そしてそこで希望というのを本当なく実現させていきたいということで、はい、そういう思いを持って今活動されているというところですが、そうですね、実際もみいりさんが描いていらっしゃる例えば幸せだったりとか納得について、なんかどんなようなものを描いていらっしゃいますでしょうか。それは本当に人によるので、人によるというか生まれた環境によっても自分の幸せって違うと思うし、で同じ環境で生まれたとしても、その人の個人個人によって考えるものって違うと思うんですね。これが幸せっていうことを決めつけることはできないと思うんですけど、例えばじゃあ私の姉は子供を今2人産んで、でその子たちがこう健やかに成長していくことがきっと幸せなんだろうなっていうことが想像できるし、私は自分のやりたいことをこの社会問題を解決するとか、その NGO に所属して活動するとか、そういうやりたいことを実践して行動していくっていうのが自分の幸せだなと思うし、それは本当に人によるかなと思うんですけど、ただそれが人に強制されてやっていたりとかそうではなくって、その自分がこれをやってて幸せだなって思えたら、それはそれでその人の正解だと思うんですよ。だから具体的に何かを想像しているっていう、想像しているというか、これが幸せっていうのは言えないですね。そうだ、ちょっと私も幸せのちょっと定義についてちょっと聞いてみたいなと思って、それでちょっとお話をさせていただいて、ちょっと聞いたところもありました。はい。そうですね、確かに幸せといっても、もちろんその人それぞれがどういう幸せを描いているかっていうのは違うかと思うんですけれども、話を聞いてて共通しているのが、その人の本当になんか実現させていきたいこととか、本当にその願っていることを叶えられること、うん、そういうのがやっぱり幸せという点において共通しているなっていうのを感じました。そうかもしれないですね。なんかただなんか最近、もちろんその夢を持っていてそれを叶えられるっていうのも一つの幸せだと思いますし、なんか夢を持たなければいけないのかなっていうのは最近ちょっと考えているところで、なんか私は結構その未来に希望を持つっていうことを大事にしているので、そこにで結構もともと夢というか、そのやりたいこととか、その成し遂げたい世界とか、なんかそういうことを大事にはしているんですけど、ただそれを強制
すべきではないのかなとかっていうのもちょっと最近思っているところで、夢という夢がなくても、なんかこの自分自身が今の状態で幸せだなって思ってるのであれば、別に それの継続でもいいと思うんですよね、うん、だから、うん、そうですね、本当にこう、まあ、そこの幸せに関しては考えつ、それを考え続けることが大事なのかなと思いますね。その人に、自分にとって、その人にとって、じゃあ何が、じゃあ幸せなのか、どういうことが幸せなのかを常に、うん、あの考え続けていくこと、うん、そこがあの幸せにつながっていくっていう、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。そうしましたら、次の質問にと移っていきたいと思います。はい、では続いてですけれども、そのもみやまさんがその夢やビジョンを叶えるために、うん、じゃあ具体的な、まあ、どのような例えば目標計画っていうのを立てていらっしゃいますでしょうか。はい、あの私の目標というか、叶えたい世界、お互いがそのお互いを尊重し合って、でこう自分自身の人生に納得感を持って幸せにを感じて生きて、でさらにこう未来にこう希望を持てるっていうことって、その3つ必要な要素があると思ってて、1つ目がそのまずは安全が確保されていること。だから紛争があったりとか、なんかそういう安全、身の安全が確保されていない状況では、その人権というか、そのお互いを尊重し合うっていうこともないがしろにされてしまうし、それが達成できない状況になると思うんですね。だからまずは安全が確保されていることが一つ目で、二つ目がそのちょっと今先走っちゃったんですけど、人権を重要視することっていうか、人権があるんだっていうことをまず知る。で、でお互いが差別とか、こう理不尽な区別をしてはいけないんだっていうことを知る。で、それを実行するっていうことが2つ目大事かなと思ってます。で、3つ目が希望を持つっていうことに関して、やりたいこととか学びたいことがあった場合に、それをこう実現できる機会があること、それを機会に恵まれる環境であることっていうのが、この3つ目大事かなと思ってるんですね。で、それをじゃあその3つを達成するためには、私だけの力じゃ絶対にできないし、いろんな方とか今すでにもう同じような志を持って、まあ、国連だとか、まあ、JICA さんとか、NGO とか、いろんなこうアクターがやってくださってると思うんですけれども、その私自身がじゃあ何に対して貢献できるかっていうと、もともとバックグラウンドに教育っていうものがあるので、教員をしていた経験があるので、そのアドバンテージをもとに、その人権の啓発運動とか、やりたいこととか学びたいことがあった場合に、その教育の機会を作るとか、なんかそういうところで貢献できるかなと思っています。で、じゃあ自分ができないところに関してはどういうふうにアプローチしていくかっていうと、それをやっている団体への応援っていう形で実現する手助けをしていくことで、こう私が達成したいビジョンを最終的には作ることができるんじゃないかなって思っています。ありがとうございます。最初に挙げてくださった本当になんか3つのこと、安全、そして人権があるっていうこと、そして本当になんか希望がなんか実現できる、その機会があること、これは本当に大事なことだっていうのもすごくやっぱり感じますし、うん、それと同時に自分自身がご自身ができることと、うん、そしてご自身ができないことがあった場合には、今度は団体への応援とか共有共感できるところに対して本当になんか応援していきながら、
なんていうかそのシナジー効果をやっぱり起こしていこうっていうところで、うん、はい、なんかそういう思いっていうかそういうなんかコンセプトっていうのをすごくやっぱり感じます、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。そうしましたら今度3つ目の質問にでは伺っていきたいと思います。はい、もしかすると今のお話で少し重なっているところもあるかもしれませんが、モミエルさんがじゃあその夢やビジョンを実現させるためにじゃあどのような現在どのような例えば活動指針を持ってどのような実践行動をされているかっていうのを聞いてみたいと思います。はい、元々、まあ、こういう人の未来を応援したいとかそういう気持ちがもともと本当に小学生ぐらいの時からあったので、うん、大学生の時にそういう国際協力に携われないかっていうことを、まあ、最終的に自己分析をして考えてはいたんですね。ただNGO とか NPO ってそのキャリア採用がほとんどで、うん、入ることが難しかったっていうのと JICA さんに落ちてしまったっていうのがあるの で開発コンサルタントとかもその時 の、 私のリサーチ不足なんですけど開発コンサルタントっていう選択肢までたどり着かなかったんですね。で結果的に私がこう選んだ新卒の時に選んだのが通信制高校の教師っていうことで、なんかその通信制高校に来る子たちってまあ、いろんな事情で中学校まで学校に通えなかったとか、うん、なんか全日制を、まあ、退学してしまったとかそういういろんな事情で通ってくるんですけど、まあ、他にもポジティブな理由もあるんですけどね、こう自分の時間を自由に使いたくて通信制高校を選ぶとかっていう子もいるんですけど、まあ、そういういろんな事情を持つ子たちにまず高校卒業の機会を提供する。でその子たちがもし通信制高校がなかったら叶えられなかったような未来を応援することができるっていう意味で新卒の時にその通信制高校の教師を選びました。で3年間勤めたんですけれども、その3年目に考えたのが、まあ、入る時にもしこう数年間勤めてまだやっぱり国際協力をやりたいっていう気持ちが残っているのであれば、転職を考えようと思ってたんですけど、3年目になった時にその日本ってやっぱりもちろん個別に見ればさまざまなこう問題はあるんですけれども、大まかな国の制度とかっていうところを見ると結構こうやっぱり整ってるところが、まあ、比較対象にもよると思うんですけどね、整ってる、まあ、いろいろ批判はあれど人のが未来に何かをしたいと思った時にこう助けてくれる制度っていうのはたくさんある方だなと思うんですね。でそれが今ない状態の国もたくさんあって、でそこに対して自分はアプローチがしたいなってやっぱり思ったのと、志がやっぱり国際協力をやりたいっていうのがあったので、3年間勤めていた通信制高校を辞めて今そのブログで、社会問題の発信をしながら NGO に今年中に所属をしようと思ってます。で、なんでそのブログで社会問題の発信とか、あとウェブライターもちょっとやってたりするんですけど、をやってるかっていうと、なんか教育を、教師ではあったんですけど、教育しかこう強みがないなって思って、自分の強みを持つために、はウェブマーケティングとか SEO とか、 なんかそういうところの知識があった方が今後その団体にも貢献しやすくなる、
し、あの自分自身の、経済基盤も団体だけに組織だけに依存するんじゃなくって、あの自分でこうマネタイズできるものが他にもあれば、自分自身の、まあ経済的な自由度も上がるなっていうところで、こうその今個人的なビジネスというか、あのブログとかもやりながら NGO に所属しようと思ってる段階です。はい、ありがとうございます。やっぱり今のその夢につながるところのやっぱり 原点として、やっぱり国際協力っていうのがすごく、あのもみえりさんにとってキーワードにやっぱりなっていったなっていうところで、はい、だからこそ そういうところでもっとやっぱりそこから、国の例えば環境とかによってその夢が叶えられないとか、その人権すらも場合によってはもうままならないとかっていうところ、そういう格差を本当やっぱりなくしていきたいっていう、なんかそこのなんか思いとかっていうのすごくなんか根っこにあるなっていうのは感じます。そうですね、そうかもしれませんね、うん、なんかその人は悪くないわけじゃないですか、ただそこに生まれたというだけで。なのになぜこう人に蔑まれたりとか、こう最悪死ななければいけないんだろうっていう、そこへの疑問とこう憤りというかっていうのは強いかなと思いますね。ありがとうございます。じゃあそうしましたら今度4つ目の質問に移っていきたいと思います。でさっきの話とも、あの3つ目の質問とも重なるところもあるかと思うんですけれども、でもそもそもですね、そのもみやまさんのなんか夢やビジョンを持ったきっかけっていうのが、まあ、何かっていうところと、まあ、そこにはあのもみえりさんにとってどのような例えば発見出会いっていうのがありましたでしょうか。きっかけと言われると本当にこう小学生の幼少期の頃になってしまうので、うん、なんかすごく明確に覚えているってわけではないんですけど、うん、あのテレビで紛争とかその飢餓によって子どもたちがこうご飯が食べれなかったりとか亡くなってしまったりとかっていうことを見たんですね。でその時にこう自分自身との差をすごく感じたというか、私はその時から多分自分は幸せだなっていうのをすごく自覚して、なんかまあすごく裕福なわけではないけれども、こうご飯もあるし家族もいるし、あの自分がやりたいと思ったことはやらせてもらえる環境だし、こうそれができない人がいる、そしてこう自分自身の人生にこう絶望感を感じてしまっている人がいるっていうところにすごく衝撃を受けたっていうのが多分一番最初のきっかけかなと思いますね。で、まあ、そこからなんかずっとやりたいと思っては、小学校中学校高校と何かしたいと思いながらも、なんか周りにそういう国際協力やってる方も いらっしゃらなかったし、なんかどうすればいいのかわからないっていう状況が結構長く続いて、あの自分にはできないんじゃないかっていうのを結構ずっと思ってたんですよね、うん、でただあの大学生の時にじゃあ一生ものにするような仕事をどうしていきたいのか、今後どう生きていきたいのかっていう話になってくると思うんですけど、それを考えた時にやっぱりやりたいなっていうことを考えて、今に至ってるような形ですね。ありがとうございます。その国際協力っていう単語がさっき出てきたんですけれども、そのなんかきっかけとなったところとして、はい、やっぱりテレビでそれこそ飢餓だったり戦争とかで、うん、あの同じ世代の人たちもが
僕夢とか持って家族もいて、そうやって生きられる人もいれば、たまたまある国ある環境に例えば生まれ落ちたがゆえに、それすらもままならない、叶えられないっていう、その落差にギャップにすごく、なんていうか、ショックだったり絶望っていうのをもみえりさん自身すごくその当時強烈に感じられたんじゃないかっていうのは思いますね。そうですね、はい、その通りです。なんか友達とかにも、その高校生の時とかに、なんかどうせできないよとかって言う、うん、まあ、ドリームキラーというか、うん、よく言うと思うんですけど、なんかいますね、やってない人はできないと思うじゃないですか、やっぱり、うん、だからそういう人もいたんですけど、なんかだし、結局私がやらなくても誰かがもしかしたらやることなのかもしれないんですけど、なんかでも自分はそういうふうに生きたいと思ったし、なんか綺麗事を真剣に言って生きていく覚悟を決めたっていう感じですかね、うん、でもなかなかありますよね、本当、うん、この周りの人がこうやって自分ご自身がこうやって語られたとしても、うん、いやいやそれ無理だし、そんなんで食べていけないよとかっていうふうに言う人とか、うん、周りの同級生や大人とかもいっぱい、はい、見たりするし、やっぱりそんな綺麗事で世の中回ってかないよとかっていう風に、うん、もっと現実見なさいとか、うん、そういうことに対してやっぱり現実、今の社会の中でうまく生きていくことよりも、本当に今の社会のそれこそ課題問題をもっとどうにかする、うん、解決していって、もっとより良いものをやっぱり未来に残していきたいっていう、そうですね、そっちの方がすごくやっぱ上回ったんじゃないかからこそ、うん、やっぱその時その言葉かけられた時のなんか悔しさだったりとかっていうのもいっぱいあったんじゃないでしょうか、うん、そうですね、その時は、まあ、そうなのかもしれないと思ってしまう自分もやっぱり自分自身への自信がないので、高校生の時とかなんかあったんですけど、やっぱり結局こう実際働いてみたりして、でもやっぱりそういう風に生きていきたいなって思えたって感じですね、うん、悔しかったですね。確かに悔しいですよね、この夢とかこういうのやりたいとかっていうのをもう、うん、もう無理だよとかっていう風に、うん、もうパンツンって言われたら、うん、しました。最後の質問に移っていくんですけれども、もしかするとこれまで語られていたところとも結構あるかなとは思うんですが、はい、もみえりさんがその、まあ、夢やその先ほどのこのテレビのきっかけっていうところがあっても、うん、まあ、その本当になんか最初に出してくださってた夢やビジョンに持てないっていう人もいるかと思うんですけども、結構、うん、それでももみえりさんはそのなんか夢をビジョンをやっぱり持って今でもそうやって実現させようとしているっていうところには、はい、やっぱり何かしら背景があるかと思うんですけれども、まあ、その具体的にどのようなやっぱり背景だったり、まあ、どのようなものをやっぱり人生の中で歩んでこられたからこそやっぱり今の夢っていうのを持つようになられたかっていうのも少し聞いてみたいです。はい、まずそのこの夢を持つようになったきっかけは先ほど申し上げたテレビだったんですが、でその背景としては、まあ、私自身がこう自分が幸せだなと思う環境で生きて来れていたっていうのが、まあ、一つ背景なのかな、そう思えた背景なのかなっていうのはあります。でそのじゃあ実際にこうそれを実現しよう、挑戦しようって思えたのはなぜかっていうと、なんかあんまりそこに関して考えてなかったんですけど、なぜかちょっとちゃんと考えてみたら、私パートナーが起業をしてるんですよ。でなんかもともとそんなにこう学歴とかもなくって、
本来って言ったらおかしいですけど、なんかこう、まあ、会社員で一般的に言ったら生きていくだろうなっていう、まあ、肩書きだけ見たら人が、自分自身のことを信じて起業をして、で実際に頑張っているっていう姿を見て、なんか人って何でもこう挑戦できるなっていうのと、別に挑戦してもそうそう簡単に死なないなって思って、だったらこう自分がやりたいことを本当にやりきったって思って死にたいっていうか、後悔せずにこう人生を全うしたいなって思えたのは、多分パートナーの存在っていうのが背景にあるのかなって思いました。ありがとうございます。パートナーがいたとしても、そこまでなかなか踏み出しにくいっていう人もいる中で、やっぱりそこまでやっぱり思えたのには、もみえるさん自身が結構これをやっていきたいんだ、これをやっていくんだ、これを本当なんかもやっぱりさっきも話をしたんですけど、もっともっとより良いものをこの未来に残していきたいっていう、そのなんか熱意と愛情がすごくやっぱり持ってるのを感じます。ありがとうございます、そうですね、本当にだからパートナーにはそういう意味でも、まあ、感謝はしたいなっていうところですね。しましたが、あと時間となりましたので、今回インタビューここまでとさせていただければと思います。はい、ありがとうございました。おみえさん、本当貴重なお話、そして本当夢を本当これから持っていこうって、これから本当に今の日本に対してすごくなんかスッて入っていくようなお話だったかと思います。本当にありがとうございました。ぜひブログも見ていただけると嬉しいです。あのブログも読みさせていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。